はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、ちょっと量というか種類があるんですけれども、同じ作品のものです。はい、まずはこちら。はい、呪術廻戦メタルカードコレクション。はい、こちらをね、ボックス購入しました。それもね、200個。はい、200個購入しました。なぜ200個かっていうのはね、私ね、すっごい勘違いしてましたね。これパックで入ってるんですけれども、1パック1枚だと思ったんですよ。そしたら1パック2枚入ってるんですね。それ知らずに、で全30種なんですよ。はい、全30種で、なので1パックに1枚計算だと普通に20枚しか入ってないんで、ボックス1ボックスで揃わないと思って2つ購入したんですよ。そしたら1パックに2種類入ってるっていうね。これ1ボックスでよかったじゃんと思って。はい、これはね、まあ、わかんないけどね、まだ開けてみないと。はい、なのでこちら、まずはこちら。はい、でもう一つがこちら。はい、これはね、予約して購入しました。はい、自分が購入した金額は5000円いかないぐらいかな、うん、定価以下で予約してましたんでね。はい、それも届きました。はい、これもご紹介します。はい、で続きましてこちら。はい、でこちらはね、プライズですね。はい、プライズ経費、それがね、なんと、はい、ペラワがついてるんですよ。ペラワ、輪っかですね。はい、ということはその通り、自力で取りました。いや、まさかの自力取り。なぜかっつったらね、まあ、ちょうど出かける用事があって、まあ、ショッピングモールに行って、その中に入ってるね、ゲームセンターでちょうどあったんですけれども、まあ、ちょっと取れやすいかなと思ってやったら、意外な金額で取れたっていうのでね、はい。本当は購入するつもりだったんですけれども、自力で取れました。はい。まあ、それはね、紹介の時に、いくらで取れたのかとかね、うん、どんな感じで取れたのかっていうのをご報告したいと思います。はい。ということでね、まあ、以上になるんですけれども、今回ご紹介するのは、こちらの、はい、メタルカードコレクション。こちらをね、ご紹介していきたいと思います。はい。ということでね、今回開封するメタルカードコレクション。はい。こちらもね、封を開けました。はい。こちらがね、ディスプレイカードですね。はい。こう、お店とかでぶら下がってるやつですね。はい。で、パックは、こういう感じ。はい。この1種類ですね。表紙はね。はい。この中に2枚入ってると。でね、私はね、これをアニメイトで予約したんですね。はい。ネットで。はい。そしたらね、特典がついてました。アニメイト限定のジャンプの作品の色紙、ミニ色紙ですね。こちらがね、全50何種あるんですよね。はい。それの金額に応じた枚数、こちらをゲットできました。結構あります。はい。こちらもね、見ていきたいと思います。はい。まずね、特典のアニメイト限定の特典色紙、ミニ色紙。こちらもね、見ていきましょう。はい。まず1枚目。遊戯王、はい、こういうやつですね。はい、ジャンプフェア21 in アニメイト、はい、ノットフォーセール、購入特典ですね。はい、これを1枚ずつ見ていきましょう。はい、では2枚目、
よ。おお、ワンピース、はい、ワンピースのカイドウの娘、はい。あ、ちなみにね、狙いは呪術廻戦かワンピース、ドラゴンボール、ナルト、ブリーチ、うん、そこら辺狙いかな。はい。でワンピースはね、ゾロがあるんですよ、この他に。ワンピースは3種類ありますね、はい、作品によって何種類あるかが変わってくるんでね、はい。ワンピースはこれじゃない、ゾロの方が欲しかった。はい、3枚目、うん、あ、ドクターストーン、これもいいね。ドクターストーン、これもいい。先駆、いいね。はい、では4枚目、あ、ワールドトリガーね、はい、人気ですね、ワールドトリガーも、はい。5枚目、せーの、あ、鬼滅の刃があんの忘れてた、そうだ、はい、禰豆子、炭治郎、炭治郎です、はい。では6枚目、知らないな、高校生家族、うん、わかんない、はい。じゃあ6枚目、あ、約束のネバーランド、はい、これもあったね、はい。エマ、8枚目、せーの、あ、チェンソーマン、はい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 、チェンソーマンも人気です、はい。10枚目、あ、知らないですね、僕らの決命、うん、わからない。じゃあ11枚目、あ、テニスの王子様、はい。テニスの王子様はね、見てないんでキャラはわかりませんね、はい。じゃあ12枚目、せーの、夜桜さんちの大作戦、聞いたことあるけど見てはないですね。13枚目、せーの、あ、ゴールデンカムイ、あ、ここら辺もラインナップ されてるんですね、はい。すいません、1個飛ばしちゃいましたねちょっと戻ります。じゃあ14枚目いきますね、はい、せーの、これいいですね、ワンピース、ルフィ、海は海賊が相手だ、いいシーンです、はい。でゴールデンカムイがあって、15枚目いきます、せーの、あ、ヒロアカもあったね、そういえばね、はい、ヒーローアカデミア、ディークですね、はい。次いきます、せーの、あ、ボルトね、ナルトの方が欲しいはい、やべ、ドラゴンボールが来ねえな、はい、いきます、せーの、ああ、あれ、これ逆だな、こうだな青のエクソシスト、はい、青のエクソシストは、アニメで見ましたね、はい。でもこれは多分間違えて入れたのかな、本当は多分こうですね、はい。じゃあ次ラスト、ラストですね、次がね、枚数的に。いやー、ドラゴンボール来てないぞ、来い、ドラゴンボール、せーの、キングダム、あ、キングダム、そうなんですね、ヤンジャン系も入ってるんですね、はい。キングダム、悪くはない、あ、悟空出なかったな、はい、といった感じで、まあ前座なのにちょっと長くなっちゃいましたけれどもね、はい。では早速メタルカードコレクション開封していきましょう。ではいきます、1パック目、1パック目の1枚目、はい、せーの、おー、普通にイタドリ、イタドリスタート多いな、これ順番通りになってるのか、裏もちゃんとしてるんだね、うん、イタドリいいね、これプラスチックカードなんだけどちょっとキラキラしてる、うん、はい、いいね、
2枚目せーの、あの校長先生来た、サトル校長来ましたね。校長先生、あ、別に順番にはなってないね。さっき1番だったけど14番目、24って書いてある、はい、こっちが1番だもんね。こっちが1って書いてある、はい。これが記念すべき1パック目、はい。じゃんじゃん行きましょう。行きます。もう枚数とか言わないです、はい、行きます。せーの、あー、はいはいはい、西宮桃、はい、裏はこう。17番目、はい、はい、行きます。せーの、あー、はいはい、全員舞、19番目、全員舞、はい、行きます。せーの、あー、はいはい、伏黒、この伏黒かっこいいな、うん、このシーンの伏黒かっこいいな。3番、はい、続いていきます。せーの、あー、真人、まあ人ですね。26番、はい、まあ人、はい、行きます。せーの、おお、犬巻トゲ、犬巻が来ましたね、はい。10番目、はい、犬巻行きます。せーの、おお、ゲトウ、ゲトウすぐる、29番目、いいね、このゲトウもかっこいいな、行きます。せーの、おお、釘先、釘先、この釘先のシーンかっこいいよな、打つところ。5番目、はい、釘先、いいね、このカット。続いていきます。せーの、おお、両面少ない、いいね、28番、両面すくな、はい、行きます。せーの、あ、伏黒の別シーン、4番、はい、伏黒、はい、行きます。せーの、あ、来た、美和ちゃん来た、女の子で一番好きな美和ちゃん、この顔めっちゃ面白い、いい顔してる美和ちゃん、かわいいわ。21番、はい、はい、いきます。せーの、あ、釘先の別シーン、6番、はい、釘先、続いて、せーの、もう両面スクナの別シーン、27、はい、いきます。せーの、おっつ、東堂、東堂来ましたね。14番、はい、あ、
せーの。あ、ダブったぞ。早速ダブった。まあ絶対ダブりは出るんでね。40枚あるんで30周、全30周なんでね。うん、ダブり。初のダブり。いきます。せーの。あ、これ持ってない。全員巻き。8番いきます。せーの。あ、マヒト。このマヒトは別のシーンだよな、うん、はい。25番。はいはい、ここでね、左側ラストのバック、はい、いきます。せーの。あ、犬巻ダブりましたね。この犬巻はダブリ。せーの。あ、持ってない。はい、カモですね。カモノリトシ。はい、持ってない。16番。はい、カモ。はい、右一パック目。右の一パック目。はい、いきます。せーの。あ、全員巻き。別のシーンですね。持ってない。はい、7番。はいはい、次いきます。せーの。お、ゲトウの違うシーン。スマイル検知してる。はい、30番。これがラストナンバーか。ゲート。いきます。せーの。あ、犬巻。持ってない。別シーンですね。はい。持ってない。9番。犬巻。いきます。せーの。あ、出た。アルティメットメカ丸。アルティメットメカ丸。20番。はいはい、続きいきます。せーの。あ、持ってる。うん、持ってるね。この釘先はダブリ。はい、いきます。せーの。あ、持ってる。やべ、ダブリ、ダブリパックだった。いきます。せーの。あ、持ってない。あ、でもこれ3人組かと思ったらパンダだけだ。パンダってこっちがメイン。はい、11番目、パンダ。はい、次。せーの。あ、これはあれ、俺出たっけ。全員前、こちらのシーンは持ってないシーンでしたね。はい。18番目。はい。いきます。せーの。あ、この東堂も持ってない。はい。13番目。東堂。次。せーの。お、この、このカモは持ってないね。はい。はい、15番目ですね。はい、カモ。はい、いきます。せーの。あ、これは持って出ましたね。はい、ダブリ。いきます。せーの。あ、ミーファちゃん持ってないシーンだけど、これ。面白い顔しかねえじゃねえか。ミワちゃん面白い顔のしかないな。はい、22番。この顔かわいいんだけどな。面白い顔。はい、行きます。せーの。お、これはイタトリ。かっこいいね。軽定剣打つ時のやつですね。
たどり。2番。はい。次。せーの。五条先生、領域展開無料空所来ましたね。23番、領域展開無料空所の時のやつですね。はい、来ます。せーの。あ、これはめっちゃパンダ、めっちゃパンダですね。12番。はい、はい、続いて、せーの。あ、持ってる、持ってる。あ、せーの、持ってる。はい、せーの。あ、持ってる。ここで最後のパックとなりました。おそらく多分全部揃ってない気がするはい、いきます。せーの、持ってる。はい、ラスト。せーの、みわちゃん。はい、ということでね、ちょっとワンボックス開けたんですけれども、ちょっと整理してみます。はい、一応ね、整理しました。全部コンプしてました1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27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 ,
めっちゃ1個余計に買っちゃってたな。やっぱりやっぱりワンボックスで全部揃いましたね。はい、ダブリがこんな感じですね。まあ多分相当的にね、何がダブルかっていうのは分かんないと思うんですけどね、うん、はい、といった感じでなんとかワンボックスで全部揃いました。はい、まあこちらはね、普通に取っておきます、うん、未開封でね。はい、ということで今回はメタルカードコレクションのね開封をさせていただきました。はい、次回はね、まあどちらかのフィギュアを開封して紹介したいと思います。ですのでね、この機会にぜひチャンネル登録してねお待ちいただければなと思います。次回もまた呪術廻戦でお会いしましょう。ご視聴どうもありがとうございました。